はい、どうも、ギリです。これからですね、私がよくポイでやっている、風呂、名前をグルーミングって言います。そちらの方を解説していきたいと思います。とこちらの風呂、グルーミングですね、どういうものかって言いますと、片方の手で頭周りの3ペタル、アンチスピンのトレース、もう片方の手で、4ペタル、アンチスピンのクローバー、これをやって一つにつなげましたっていう技です。それじゃあ行ってみましょう。どうぞ。はい、それでは具体的な解説に移っていきたいと思います。まず片手頭周り3ペタルのプレスの方と、アンチスピンの形はトリケタ、123123、これ葉っぱの感じですけど、123123123です。これを頭の後ろでやります。123123123。回転数は葉っぱの数マイナス1、2回転一周期。これを片方の手でやります。12122。はい、でもう片方の手、これはアンチスピンの4ペタルのクローバーです。葉っぱのカウントで言うと1234123412344です。と回転数はアンチスピンなんで、葉っぱの枚数マイナス1、3回転一周期です。123123123。はい、これを両方ともつなげます。と一番最初始まるところがここからです。じゃあやっていきましょう。頭周りのトレース、葉っぱの方のカウントでいきます。トレーストレースからの123123、ここで開きます。もう一回トレースか、123123、ここで開きます。と次のカウントは、じゃ あのアンチスピンのフラワーの方でいきましょうか。トレーストレース、123412、ここで開きます。この技が何なのかっていう と片方の手でやるアンチスピン、これが3ペタルで、でもう片方の手でやるアンチスピン、これが4ペタル、ここで葉っぱの枚数に差があるんですよね。で同じところ同じ部分から始めると、こちゃ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 やってると、手が開くタイミングができるんですよ。この手が開くタイミングっていうのは、上下180度別方向に手が伸びてるんで、ここからビッグサークルにつなげやすいっていうので、いいんじゃねえかなっていうことで、私はよくやってます。